最終コーナー立ち上がってまいります。さあ今シグナルが消えてレーススタートしていきます。まずはいいスタートはイングランド東京のここはしのいでいる、なんとかしのいでいる。後ろからは浅見が来ている。浅見が2番手上がってくる。どうぞのこれは今4コーナーの部分はだいぶちょっとミスをしたというようなそういう意識があったのかもしれません。インナーのラインを守って立ち上がっていくというラインを取っていきました。ちょっと後方を気にしていますね。どうぞの周2番手に上がった浅見健信。さあそしてこの辺り地元勢はどうでしょう。246番手あたりに五十嵐文太郎そのままの状況でいるのかな。これなんとか前に行きたいなというそういうところで見てるんだと思います。大越5番手のブルーのヘルメット。さあそしてオープニングラップ戻ってまいります。22周の長丁場ね。まあ本当にこのドライバーたちにとってみればなければいけないというところですよね。そして2番手スタートの佐野勇樹はその前の黒のマシン浅見健信をまずは見据えてというところになりました。さらに若干離れて4番手のは柳生真子、そしてそこから若干離れて、大越武史のブルーのヘルメット、地元のドライバーの五十嵐文太郎がそのブルーのヘルメットを見つめるということになりました。そして豊島陸斗の、蛍光レッドのヘルメットがその五十嵐文太郎をこう狙っているというところですね。さらにその後ろに上野村田島抜き三条というところでしょう。そしてそのインナー4コーナーで佐野が入っていった2番手に上がってまいります。浅見ここで3番手ドロップ。5コーナーもちょっとここ入れるなんでしょうね。今のちょっと立ち上がりもあんまり良くなかったですよね。ちょっと浅見のなんて言うんでしょう、こうパワー感がちょっとだけないようなそんな感じに今見えましたね。さあここは2番手に上がった佐野がまずは前を追いかけていくペースを作れるかどうかというラップになります。浅見が後ろにいますけれども徐々に離れてきている。トップドードノはこの週43秒台に出ます。佐野は44秒0。大越5番手の大越も44秒0。そして豊島が五十嵐をかわして順位を上げてるんですね。五十嵐はちょっとペースが上がらないか。五十嵐文太郎ちょっと今中段以降の、集団の中に入っちゃってますね。今ね上野にもかわされてるんですね。さらにそして、村田にもかわされて五十嵐ここはちょっとね気持ちをね入れ直さなければいけないところですね。さあまずはその単独になっていったトップ2番手ですからこのラップがちょっと注目です。トップ戻ってきて堂園のラップは43秒8。そして佐野わずかに遅れてますこちらも43秒9。4番手の八木沼は43秒9。大越武史が43秒8までいってますね。豊島も43秒8。ちょっと五十嵐が、ね今ね、気持ち入れ替えなきゃいけないですね。あこの辺りも今21号車の島抜き勇気、まあ、同じチームの、チームメイトなんですけどね。そして最終コーナーを立ち上がってくるのがトップ集団です。43秒7。さあそしてその後方では73号車の豊島が八木沼に対して4コーナーインナーのラインを取って順を上げていこうというところを上げていきました。5番手でしょうか。さあそして今ラップタイムペースだけで見ていけばその、豊島がね43秒6なんですよ。今これがファステストですから、5番手に上がっていった豊島これからの走りはどうでしょう。注目ですよね。4番手の浅見大越も43秒7ですからちょっとこれ今ドゾノは突き放す
なんていうんでしょう、チャンスというかポイントというかね、かもしれないですね。7周目に入りました。22周の決勝レース、しかし中段以降もね、こうなんていうんでしょう、等間隔になりましたね。ちょっと順位を整理しましょうか。今メインストレート戻ってきているのは銅像の州トップ、2番手に佐野勇気、3番手浅見健信、大越武史4番手、5番手に12番手に豊島リオナ、そしてスワットが13番手でというところになります。スワももう少しこうペースを上げていけるかどうだろうというところですか ね、 これね、この週、そうですね、先ほど の、 豊島のペースもうちょっと上がってくるかなと思ったんですけども、今43秒6というところですね。最終コーナー立ち上がって9周目に入っていきます、この週の銅像は43秒6です。その際1秒2の感じです。今シーズンの状況とかを振り返っていってですね、浅見健信はこの須郷もね、結構来てて走ってるはずなんですよね。で前回のその須郷シリーズも、3位ですかになっていましたから、なんとかそれをなんとか糧にしてね、このレースというふうに思ってたんだと思いますけども。さて、ご案内いたします。カデットクラス再車検を行います。該当車両のメカニックの方は車検場までお越しください。カデットクラス再車検を行います。該当車両のメカニックの方は車検場までお越しください。豊島のあたりですか、このあたりはかなりやり合って、豊島がその大越に対してね、隙あらばどこかに入っていこうというところはあるんですけども、なかなかこう入り切れる場所を見つけられないでいますね。そして五十嵐はちょっとペースも上がらず落ちていってるのか、今10番手というところですね。後ろには、これはチームメイトですけども、三条大輔がいる、ね、気持ちちょっとここはね、入れ直さなければいけないところですよね。あるわけですからね、ちょっとこうなんていうか我慢してて、ピンタイムという本を書かなきゃいけないことがありますね。じゃあそして、今3番手4番手のところですね、4番手5番手が今接近しているところ、16号車の大越武史に対して73号車の豊島陸斗が迫ってきてどうかというところです。これ大越にしてみても、前の浅見を追いかけるようにね、本当はしたいんだろうけど、なかなかそうもいかず、一度対応みたいな感じになってるかな、そんな感じですよね。トラックだけで見ると後ろの豊島の方がいいんですよね。43秒4、大越は43秒5ですからね。どこかで仕掛けていって豊島表彰台圏内まで届くことができるかどうかというところです。今ね、テールにはついていってるんですけどね、でもこれもどちらかというとこう、しっかりしてるというか、慌ててはいないですよね。だからこう無理して無駄なタイムロスになるような、成功しないアタックをしているというのはないですね。しかし今度は大越もちょっとだけペースを上げて前の浅見健信を追いかけていきます、だからこれちょっと3番手争いの3台という形になりますね。浅見のペースも自己ベストで43秒6まではいってはいるんですけども、ちょっとこれなんて言うんでしょうね、限度っぽいんですよね。今ね、後ろの2台の方がそのさあ、そしてここで入ってきた豊島、大越に対して4コーナーでズバ
ッと入っていった。しかし今度はデコーナー返す固めでインナーを取っていく。若干後ろ3つ、ね、これこういう成功しないオーバーテイクになるとそれだけで離れるんでね、ここのコースになるとちょっと嫌な感じになってきますよね。ワンチャンスをどこかのオーバーテイクポイントって言われるところがどこってないんですよね。ここのコースないんで、どこでも行けるっちゃ行ってどこでも行けちゃうんで、レースで行きますので、ね、さあそして今ファスコスとはトップの道後のシューが取りました。まあこれ道後のはね、ここは前回の最上川でポイントがなくて来ている68ポイントだったんで、ここスゴーでね、現在6ポイント差、前回のウィナーというところもあって、まあ、上り調子ではいるのでね、どうぞもにしてみれば、この佐野の前でチェッカーを取るって非常に大きいし、佐野にしてみれば、なんとかこのどうぞもを返してという思いでいるはずですし、この辺りがね、お互いのこう、なんていうんでしょう、こう見えない、思い、届いてくるような、そんな気もしますよね。またこの辺りで接近してくることにはなるんですけども、さあ S 字に入ってブレーキングでもかなりこう豊島がね、こう詰めていきますよね。今の S 字あたりもまでも
気持ちだけで入ってきているところだったでしょうか。大越がもう4コーナーマシンを横にして入っていった5番手争い、前に立って上野はしかし今度は後ろにピタリとついていく。7コーナーの大越の今のラインは立ち上がり厳しいんじゃないか。8コーナーも若干インナーを守っていく。後ろになった上野も今 S 字に抜けて今度はインナー入っていって前でする。また上野が順位を奪い返すというところの5番手争いです。さあそしてファイナルラップに入っていきました。上野はもうこれはペースをこのまま守り続けるというようなところでね、トップを守って、まあ、若干今この上を見るかのようにちょっと上向いているような感じがしますけれども、この道具の周辺のバックケースに入ってまいりました。後方を若干確認しつつ2番手の浅野勇樹、そして浅見健信とのその感覚を確かめたのでしょうか。さあ今シーズンの3勝目にのチェッカーフラッグが間もなくというところで今最終コーナーを立ち上がってまいります。チーム州道後の州今シーズン3勝目の優勝のチェッカーフラッグが振られました。ルッキージュニアクラス優勝はチーム州道後の州。第2位にはゼッケン13ウェルカートラムレーシングの佐野勇樹、浅見健信第3位でのチェッカーとなりました。そして追い上げは及ばずというところの豊島にと第4位、上野春樹は第5位でのチェッカー、第6位に大越武史。